じゃこんにちは。はい、今日はですね、はい、野村弘樹さん首回ってないですよ、田中さん。そうそう、首ちょっとぎっくり首になってね、ちょっと大変なことになってんだけど今日は野村弘樹さんに来てもらって、はい、こんばんは。まあ日本シリーズ第5戦、はいね、ちょっと振り返ってみたいと思いますが、今まで4戦見てて、はい、ここまでどう感じてる？まず横浜での2試合、うん、でやっぱりソフトバンクの強さが際立ちましたね。本当にで福岡に入ってで、まあ、今日の振り返りをする前に言うのはあれですけど、なんか別のチームに見えますよね、もうソフトバンクが。ソフトバンクもそうだし、 DeNA も違ったなんかこう完成品のようなチームに見えるよね、投打ともに。いやだからなんかこうどっちが40貯金したチームかわからないような、まあそんな感じになってるけども、はいはい、まず振り返ってみたいのが、はい、大関の立ち上がりどう見た？荒れてましたね。荒れてたな、一言で言うと。まあね、あの9月18日ぶり、うん、それから投げてないということで、ちょっとやっぱりそういうゲーム感とかも力みとかも、やっぱシリーズで復帰したっていうことも全部が重なって、なんかこう力んでたような。それはまあ今日勝ったら大手だし、うん、絶対負けられないっていう思いでマウンド上がってるでしょ、まあ、それはね、やっぱり条件がやっぱり厳しかったでしょうね。まあそうそうだね、間も空いてる、故障もあった、まあ そうだね、それでシリーズで今日の試合となると、うん、それは大関も相当プレッシャーを感じてたでしょう ね、まあ、ね、それがなんか結局ボールに出てましたよね。まあそうそうだな、はい、でも一方ジャクソン、はい、三者三振の立ち上がり、うん、だから昨日の K も三者三振から始まってるんですよ。だからやっぱりもうあの初回でんって思いましたよね。やっぱちょっと勢いの差を感じるような感じがするよね。だから投げ手の勢いもあるんですよ。まあそれそうだね、はい、いやそれでゲームが動いたのがまあ3回なんだけども、でも1、2回ってものすごいチャンスがあったね、 DeNA が。重かったですよね。でもそろそろ点取らないとやばいぞってっていうところで、ところで、ね、そうなんです。あの牧が先頭バッターで、はいはい、出ていってね、はい、でまあオースティンでフォードがつないだんだよね、うん、で宮崎が倒れて筒香がフォークボールを詰まりながら、うん、センターの右に、はい、タイムリーヒットというね。まあそこで入んなかったらやっぱりだけど、大関もどこまでもうあの 1,2 回見る限り、うん、4回までも行くかなっていう感じがしました。いや俺もそう思った。もう球数も多いし、うん、もう変えた方がいいと思うね。2回終わって60球ぐらい近く行ってたし、そうそうそう、だからとにかくゼロで帰ってくれと思ってたんでしょうけども、うん、もうあの1本ですぐでも国防監督動きましたもんね。まあそうだね。まあだけどそうやって考えても、その後のやっぱヘルナンデス、オスナまでつなぐピッチャーがね、うん、ソフトバンクは。まあそうそうだ、なかなかやっぱこうこのシリーズ見てると、変えたピッチャーに対してすぐ攻撃を仕掛けるんだよね、 DeNA が、はい、だそれが顕著に出たのが4回エンドラン。いやいや違う、まあ、お前早い、はい、前田、前田にピッチャー慌てんなって、前田に変えたじゃない、左の、はいはいはい、これが、3戦目に1人だけ良かったんだよね、はい、中継ぎに入って2イニングしっかりいったんだよ、はい、それを4回から持ってきた、はい、これ一つの勝負だったと思うんだ、はい、やっぱゲームを締めるのに、はい、そしたら桑原がショートゴロ内野安打、はい、で梶原にどうすると思った、ノーアウトランナー、まあ、エンドランかなんかかけてきそうな雰囲気ですよね。いやでもバントだと思わなかった。いやでもね、今年の DeNA の戦い見てると、うん、中盤まで、ね、送る気配があんまりないんですよ。そうだけど、なんかクライマックスシリーズを見てると、でも、ね、バントを対応してたで。でもそれも中盤以降なんですよ。まあまあね。だからあそこでは僕バントは思わなかったですね。僕はですよ、うん、俺はバントはあるかなと思ってたけど、もちろんよぎりますけど、うん、今年の DeNA 見てると、この場面でこのイニングだったらまだ打たすなと僕は思っちゃいました、ね。まあうん、あのね、俺初球バントの構えして、はい、次バントの構えしなかったんだよね。でワインドオンになった、あこれはエンドランかなんかでやるなと思ったけども、うん、やっぱバントしなかったね、はい、そのエンドランがまんまと決まって、はい、ノーアウト1・2塁、はい、これもショートの内野安打ということで、はい、で続く牧、ノーアウト1・2塁、はい、どうすると思った。いやもう2つでしょうね。いや俺は日本一を取るんだったら、ここ俺送りバントも考えるんじゃないかなって思ってたんだ、まあまあ、もちろんよぎりましたよ僕も、送らしといてていうね。いや逆に言えばここでゲッツー打てば、俺流れはやっぱソフトバンクに行くと思ったから、
そしたら牧が初球からフルスイングしていったね。いや、あのなんていうの、やっぱ牧も分かってたと思う、はい、ここ勝負だ、絶対勝負だって、はい、でそれが見事にあのホームランを打ったと、はい、それはどう、まあだからあの1球ですよね、結局今日振り返ると、うん、だから送る、ったよ、でも詰まってたけどやっぱりしっかり振り切ったの、いやいや、そうそうそう、まあ初球カーブから入って、はい、で次インサイドのインハイだよね、うん、はい、バッターとしては一番難しいところをさばいたというね、はいはい、でもあれさばいたとしたらもうピッチャー投げてとしたらもうしょうがない、しょうがないと思いますね。でも配球的にはどう思った、だからね、あの結果論で言いたくないですけど、うん、やっぱりこう行くんならボール球でしょうね、完全な、うん、それとで牧がちょっとね調子悪かった時って、ね、うん、やっぱ初戦2戦に突っ込んでるんだよ、インサイド意識させられてんだよ、意識はあるんですよ、うん、だからもっとやっぱり行くんならボールでよかったの方が僕は思いますね、うん、だからその1球が焦ったがために4点を失ったというな、うん、はい、話が前後して申し訳ないですけど、オースティンも2本ホームランってるじゃないですか、うん、結局同じボールなんですよ、いやそうそう、外の甘めな、忘れませんクライマックスの菅野が打たれたのも同じようなボール、そうそうそう、全部あそこなんですよ、そうそう、なぜかあそこに行っちゃってるんですよ、行くんだよ行くんだよ、だからまあしょうがないんだけど、まあはい、だから今日は海じゃなくて、はい、海のキャッチャーなんだよね、はい、先発マスク、はいはい、だからそこら辺でのなんか駆け引きの今までやってきた海と海野の差も出たかなっていうような感じがするんだよ、あ、だからまあ後でもし海だったらあそこ投げさせてないですか、ね、いや俺ね、いや外にもう一球見せてると思うよ、あ、やっぱり初球からのあのスイング見たらやっぱりインサイドに突っ込みきれないと思う、うん、普通だったら、うん、でも若いからお互いに経験もないし、ね、僕オースティンの攻めるのに僕ねやっぱ両サイドの意識が強すぎると思うんですよ、僕はねコーテだと思ってるんですあいつは、まあね、だからこっちを見せてコーとかじゃなくて、うん、真ん中でもいいから低め、うん、スライダーでもフォークでも、それをやっぱこうやってうちに、お前ソフトバンクでしょ勝つっていう、いやだから、はい、俺もそうだよ、いや僕はベイスターズですよ、あ俺もベイスターズでしょ DeNA だよ、はい、そんなこと言わなくてもいいじゃん、いやだけどもうあのねどうしてもピッチャー目線で見ちゃうからまあまあ確かにな、オースティン抑えるんならこうだろうなっていう、うん、なるほどね、はい、うん、と僕は思ってるのをやっぱねちょっと両サイドで攻めに行き過ぎているような気がしますね、まあ、そうだね、オースティンに関しては、うん、マキもそうですけど、まあ、うん、だけどマキはなんていうの、海が作ってきてたからインサイドを見せながら、だからこの配球したかなと考えると、まあ後で先発をね、先発メンバーをちょっと振り返るけども、うん、ちょっとあなんかこうちょっとあったかなと、なんかこうソフトバンクが5手回ってるような感じがするんだよね、攻めてるようで5手になってる感じです、全部5手なんだよ、ね、いやそれで、うん、まあ話は前後するけども3回、はい、ね、初めてチャンスを迎えたんだよソフトバンクが、はい、周東が出て、はい、これもね笹川の時に盗塁を俺は仕掛けなきゃいけないと思うんだけど、うんうんうん、ワンアウト取られて柳田のところで仕掛けてるんだよ、はいはい、で初球で、はい、まあこう盗塁は成功した、でも柳田倒れた、で栗原この攻めがさ、2,4,6 球使うんだけど、はい、全部チェンジアップだ、はい、そうでしたね、これは見事だったと思うよ、俺は全球ね、全球、はい、なかなか6球やっぱね、その戸柱のリードの、うん、だからこういうところでやっぱ執念を感じますよね、いやそうリードに、うん、あの冴えを感じるんだ、はい、すごくだからこう、なんていうの、打ちに行けないというかさ、うん、あまあ見事だったね、うん、でもソフトバンクの方は、まあ、だけど伊藤さん、はい、今日笹が一番じゃないですか、はいはい、いやじゃあスターティングメンバーね、笹川、柳田、栗原、山川、近藤、今宮、牧原、海野、周東と、これピッチャーから見たらどう、用意どんですら笹川より柳田の方が嫌ですよ、いや俺もそう思う、そうでしょ、だから、ね、笹川はいいんですけど、うん、2番にギータを置くんだったら、うん、まだ逆の方がいいです、いや俺もそう思う、ね、うん、でもそれだったら俺それだったらシュートを下げる意味もない、ないですね、ないですね、うん、だから笹川を9番でいいと良かったんですよ、うん、だから俺はそう思う、うん、で DeNA のは逆に言えばフォードをファーストに使ってきて、スタメンでね、筒香を7番レフトで佐野を外したと、はい、これがやっぱこう当たってんだよね、一応ね、
もうだからデッドボールも出ましたし、だからソフトバンクはやることが全くダメ、うん、なんかこうハマってこない、特に福岡に入ってからね、うん、で DeNA はハマるって思ったのが7回に筒香が先頭で出たんだヒットで、はいはい、あれダイソー使わないんだと思ったんだよ、はい、守りに行かないんだね、まだそういうことでしょうね、4点で、あともう1回回ってくる可能性があるっていう、いやあるにしても4点あったら今のソフトバンクのバッティングの状態だったら大丈夫だと思って、やっぱ気持ちを引かせないんだよね、まだ攻めるっていう気持ちがあるんだよね、なるほど、いやだからここは俺三浦監督が昨日ねヒーローインタビューっていうか監督インタビューで何て言ったかというと、明日も応援お願いしますと、普通だったら明日も勝ちますとか調子いいこと言うじゃない、うん、三浦は言わなかった、明日もあの応援駆けつけてた人はあのすごい応援、まあ、楽しみしてますみたいな、うん、ここら辺が俺ね三浦は慎重だなと思って、うん、それはものすごい監督として成長したなと思ってさ、うん、だそれが俺9回の守りに行かなかったこの3点につながったと思う、ね、なるほどね、だからすごいなと思って、うん、なんかうんって、うんいや本当だよ、だから守備固めいかないんだもん7回から、そうですね、うん、だから俺は見事だったと思うよこの子、うんうん、やっぱね引いた途端に守りに入った途端になんかこう体勢が崩れるとか、うんうん、気持ちがこう引くとか、うんうん、そういうことがあるけども引かさなかったんだよね、うん、指揮官が、うん、だからこれは俺は見事だったと思うよ、まあ、だから最後だけですもんね、サードに柴田が、いやそうですね、もう9回だけだもん、うん、点取ってから、はい、7点あったらもう変える必要もないと思うけど、まあダイソーを使った関係上そうなったけどね、はいはいはい、俺は見事だったなと思うよ、うん、ね、うん、さあどうする、ソフトバンクはもう大手かけられた、ただ天気も関係もあるし、ね、いや俺はこの天気は DeNA にとって大きいですね、絶対大きいと思う、いや勢いで一気に行けって言うけど、うん、1日明日空くんだよね、だからその勢いっていうのは多少半減してもやっぱ東が雨で流れた分、だから順番でいくと、まあ大貫第6戦土曜日、うん、東が7戦目中4日でっていうイメージなんですけど、まあもしあるとしたら土曜日大貫行きますかね、いや今日浜口が実はブルペン入ってました、ブルペン入ってたけど俺ねこの展開だと作ってないと思うんだよ、俺はね、ね、大貫と浜口迷ってると思います。いや、俺は大貫行って、あ、浜口行って大貫を、セカンド要するにダブル先発みたいな。そう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 、そういう形。で、もう第7戦行ったらもう東。これが1日伸びると、やっぱ故障明けの東にとっては。第6戦の日曜日に東が行きますよね。そうそうそう。そうそう、月曜日にもしかしたら K が間に合うかもわからんです。いや、本当に、ね。だからそこら辺は総動員で行けるという、はい。ただソフトバンクはもう有原とモイネルで行くしかない、ね、ということは決まってるから、うん、そうですね、そうですね。だからこれはもう断然有利だし、そうですね。この日本シリーズの勝敗を4勝3敗、4勝3敗で、はい、DeNA って言ってた我々の勝ちになるかもわからない。そういうことですね。ということで、はい、まあ今日の振り返りは終わりたいと思いますが、はい、まあでも DeNA 見事、見事だな。だって3試合で1点しか与えてないんですけど、ピッチャー陣が、いやピッチャー陣がいい。それとね、ソフトバンクのピッチャーから比べるとバラエティに飛んでるわすごく、うん。だからね、ブルペン陣の差が出てますね。出てるな。出てる。うん、でもこんな差になるとは思わなかったけど。ちょっと想像しなかったですね。うん、まあだけどやっぱこう。3位の開き直り、うんね、それでもやってやろうぜみたいな、うん、もうなんかソフトバンクは40の貯金、うん、優勝チーム、それもうファイナルで完璧な勝ち方していて、これじゃいかんだろうっていう焦り、うん、なんかそういう精神的な焦りもやっぱこう作用してるような気がする、ね、だからソフトバンクの攻撃陣がボール球をよく振ってる、いやそうなんだよ、それも立ち上がりに振ってくれるんだよ、うん、だから乗るんだよ、K でもな、ジャクソンもそうですけど、でもそのぐらいやっぱり腕の振りもいいっていうこと、まあうね、思い切りもいいっていうことだよね、うん、でもお見事でしたね、はい、いいゲームでした、はい、はい。